マサチューセッツ工科大学にあるサイエンスコモンズのオフィスの入り口サイエンスコモンズのオフィスの内部2005年7月サイエンスコモンズはより早くより効率的なウェブが可能にする科学的研究のための戦略とツールを設計するクリエイティブコモンズプロジェクトであるこの組織は研究に対する不要な障壁を特定しこれらの障壁を下げるための制作ガイドラインと 法的な契約を作成し、研究データや資料の発見、利用を容易にする技術を開発する。具体的には、研究成果のオープンアクセスの支援、研究データの共有、研究ツールの共用の推進などを行っている。この組織の目的は、データを研究における発見、それから研究の価値に結びつけることを加速させることである。サイエンスコモンズは、 マサチューセッツ州ケンブリッジのマサチューセッツ工科大学のレイアンド・マリア・スタタ、センター内の MIT 計算機科学人工知能研究所に拠点を構える。クリエイティブ・コモンズが開始した当初、創設メンバーはクリエイティブ・コモンズのモデルを科学に拡張することに関心を示していた。しかしながら、科学の研究に対する開かれた手法を発展させることが複雑であり、 議論を喚起するものであると認識したため、クリエイティブ・コモンズの創設メンバーは、当時、専門性や技術的能力を備えてこの分野に参入しようとは、しなかった。クリエイティブ・コモンズは、2005年初頭に、サイエンス・コモンズを開始した。サイエンス・コモンズは、クリエイティブ・コモンズが、文化、芸術、教材の分野で達成し始めたことを科学の分野で、 達成すること、すなわち共有するのに不必要な法的、技術的障壁を緩和し、技術革新を促進させ、個人や組織が研究材料を共有したい条件を規定できる、容易で高品質なツールを提供することを目的とする。現在の代表は、ジョン・ウィル・バンクスである。生体材料移転プロジェクトは、DNA、細胞ライン、 モデル動物などの生態材料を移転するコストを下げるための標準化されたモジュール型の契約書を作成し利用する。またプロジェクトは非営利団体間並びに非営利団体及び営利団体の間で移転する取引の解決策を提供する。これは現行の標準的な同意書と 新たなサイエンスコモンズ契約書をウェブ上に展開される一式の文書に統合させ材料の発見機構としてライセンスを使用することにより Amazon.com やイベのような取引システムを可能にするこのメタデータによる手法は検索エンジンに統合されたクリエイティブコモンズライセンシングの成功に基づき材料のライセンシングを研究の文書自体や データベースに統合することを可能にし、促進する。このプロジェクトでは、最終的に、研究者が研究を行った時に、学術論文に参照された材料にワンクリックのみで、アクセスや注文できるようにすることを目標とする。ニューロコモンズプロジェクトは、生物学の研究のオープンソースなレジ管理プラットフォームを構築する、ことを目的とする。このプラットフォームは、 オープンアクセス材料とオープンソースソフトウェアを組み合わせる。ソフトウェアは現在開発中であるが、オープンなバイオメディカルの要約に対してテキストマイニングと自然言語処理を施すことによって知識ベースの関連情報の作成が進行中である。これら二つの要素はオープンコンテンツとオープンウェブ標準に基づく機能的なオープンソースプラットフォームを示す。 サイエンスコモンズは、ニューロコモンズの流しメス通り神経科学の分野において、この活動を開始し、単一の治療分野内のネットワーク効果を出し、またプロジェクトを通じて、神経欠損病の出資者とともに発展させた、つながりをレバレッジする。ニューロコモンズの長期的な展望は、パイロットナレッジプロジェクトのコモンズベースのピアエディットと、アノテーションを組み合わせた分野、それから、 分析プラットフォームにおけるオープンソースソフトウェアコミュニティの周辺において展開する。ニューロコモンズプロジェクトはセマンティックウェブとともにクリエイティブコモンズの歴史から生じている。サイエンスコモンズのエグゼクティブディレクターであるジョン・ウィル・バンクスはワールドワイドウェブコンソーシアムにおいてライフサイエンスのためのセマンティックウェブプロジェクトを立ち上げ2003年に買収した。 セマンティクス主導のバイオインフォマティクススタートアップを率いた。サイエンスコモンズの主な科学者であるジョナサン・リースとアラン・ルッテンバーグは科学のためのセマンティックウェブの開発において重要な役割を果たしている。研究者著作権プロジェクトは取引コストを低下させ契約の拡散を排除することによってオープンアクセスに対する障壁を下げる。 研究者著作権プロジェクトを通じて、サイエンスコモンズは、上記の両方の方法で、オープンアクセスを達成するための様々なツールや、リソースを提供する。いかに、これまでのサイエンスコモンズの取り組みや、成功の一部を示す。オープンアクセスデータプロトコルサイエンスコモンズの、オープンアクセスデータプロトコルは、科学的なデータベースを合法的に互いに、 統合可能にすることを保証するための方法である。このプロトコルは、ライセンスや法的なツールではないが、将来的にこのような法的なツールを作成するための方法論とベストプラクティスの文書であり、機械により支援された発見のためパブリックドメインのデータをマーキングする。プロトコルについての情報やデータベースに対する、サイエンスコモンズの立場は、 FAQ ページに記載されており、そこでデータベースのプロトコルについての FAQ を読むことができる。また、クリエイティブコモンズライセンス5周年の際に発行されたプロトコルについての公式発表も読むことができる。OA 出版と CC ライセンスをオープンアクセスにする一つの手法はオープンアクセスジャーナルで出版することである。 250以上の作読済み学術雑誌がクリエイティブコモンズのライセンスを使用してオープンアクセスの哲学を実行に移している。主要な採用団体はパブリックライブラリーオブサイエンスヒンド e パブリッシングコーポレーション、それからバイオメドセントラルを含む。それぞれが ブダペストオープンアクセスイニシアティブによって示されたオープンアクセスのビジョンの法的な実施形態である CC バイライセンスを使用する。この結果、科学的知識に対して少なくとも70年間の管理を適用する意図されない結果にならず、より多くの情報が公共での消費のために自由に利用可能にされる。研究者著作権付属文書エンジンオープンアクセスの もう一つの手法は、査読ジャーナルで出版した後に、査読済み論文のコピーを、ウェブ上にアーカイブすることである。このアプローチは、主として、アーカイブに基づく政策イニシアチブを採用している、欧州連合、米国国立衛生研究所、ウェルカムトラストに牽引されている。多くのジャーナルが何らかの形態のセルフアーカイブを、サポートしているが、 これらの政策が様々であるので、研究者の中で実際に混乱が生じている。サイエンスコモンズ研究者付属文書はいつどこで、どのように研究者が自身の研究成果を世界中で利用可能にするかについての混乱や疑念を排除して、研究者がセルフアーカイブを介して自身の業績を使用し、配布することに必要な権利の交渉をする。 研究者著作権付属文書エンジンは、署名に対応した付属文書を生成するためのシンプルなインターフェースである。スケーは、出版社により発行される著作権上と契約を修正する1ページの文書を生成する。これは、出版する際、出版前、または出版から、ある期間が経過した後に、著者が自身の研究成果を、 インターネット上で自由に利用可能にすることを保証する。サイエンスコモンズのサイトの FAQ ではこれをどのように行うかについて手順を追って説明している。オープンアクセス法律プログラム35以上の法律分野のジャーナルが開始以来オープンアクセス法律プログラムへの参加を表明している。オープンアクセス法律プログラムは 法律系の奨学金でオープンアクセスを促進するリソースの包括的なセットを提供する。このプログラムは自己評価と自己報告に依存し法律分野のジャーナルの編集委員会に対してオープンアクセスに移行する手段を提供する。オルプログラムは著者とジャーナルの両方をオープンアクセスの基本的な理念にコミットさせる一連のオープンアクセスの原則と 契約において、この原則を実行する著者とジャーナルの間の自由な、モデル合意契約書からなる。どのジャーナルがすでにこれを開始しているかについては、サイエンスコモンズのサイトを参照されたい。これらの取り組みの背景サイエンスコモンズは、パブリックライブラリーオブサイエンスとの初期の関係と、関連して発足された。ここでは、 オープンアクセスの規定する論文、すなわち自由、デジタル、無料、そしてほとんどの著作権の制限のない論文を達成するために CC BY ライセンスを使用する。会議を招集し、学術出版に投資する様々な団体との意見交換をした後、この活動が選択された。ライセンスが拡散するのを防ぐため、オープンアクセスに使用するために、 新たな著作権ライセンスを作るのではなく、クリエイティブコモンズライセンスが選択された。出版における、サイエンスコモンズの活動も、自ら大江同意契約書を作成するリソースのない、法律分野のジャーナルのニーズに合わせたものとなる。サイセンス、コモンズは、著者が、自身の学術的な成果を、ウェブ上にアーカイブする権利を保持できるようにすることを、目的とする契約が、 複数存在することを認識している。このため、サイエンスコモンズは、最も利用されている、著作権付属文書を提供する団体との関係を構築し、方式を統合して、潜在的なユーザーの中での混乱を軽減しようとしている。上記のプロジェクト以外に、現在次のようなプロジェクトを行っている。サイエンスコモンズは、2007年12月16日に、 パブリックドメインに共するライセンスとオープンアレッジ財団と共にオープンアクセスデータを実施するプロトコルを開始した。このプロトコルはクリエイティブコモンズライセンスや GNU、GPL のような著作権ライセンスによるものではなくパブリックドメインのデータを再構築する理論的根拠と方法論を提供するものであることに留意されたい。生きがいなおと、チェンドミニク 松本すばる、野口優子。クリエイティブ・コモンズの進化と変容。情報管理。2007、49、576から585。ジェンズ・クランプ、エトール。データパブリケーション・イン・ザ・オープンアクセス・イニシアティブ。データサイエンス・ジャーナル。2006、5、79から83。ありがとうございます。